満州,満州国軍、満州国軍、満州国軍、満州国軍は、満州国の国軍。1932年、大道元年創設。1945年、安森12年解体。当初は、国内の治安維持、国境周辺、河川の警備を主任務としており、軍隊というよりは、関東軍の広報支援部隊、あるいは、警察軍や、 国境警備隊としての性格が強かった。後年、関東軍の弱体化、体素改戦の可能性から実質的な国軍化が進められたが、その時を迎えることなく、終戦を迎え、満州国軍も解体された。満州国では、憲法に相当する政府組織法、大道元年3月9日協領第1号第12条、失勢張り区改空軍を統水す及び、 陸海軍条例、大同元年4月15日軍令第1号、第2条、失勢ハリク海軍を、統帥室により、満州国失勢の統帥のもとに陸軍及び、海軍が組織された。訂正実施後の満州帝国では、同じく憲法に相当する、組織法、安則元年3月1日制定第11条で、皇帝ハリク海空軍を統帥室と定められ、 満州国皇帝の統帥のもとに、陸軍、海軍、飛行隊、空軍が組織された。各軍、当初は六軍、後に十一軍の長は司令官と称し、警備司令官、陸軍、艦隊司令官、海軍ともに、満州国失政、皇帝即位後は、満州国皇帝である不儀の直接指揮下に置かれた。不儀は、天皇同様、軍を統帥する大元帥の地位にあった。 ただし、それはあくまで制度上の話である。日系軍艦の移動、昇格人事については、関東軍司令部の承認が必要であり、その他の事項についても、関東軍の指導によるところが多かった。満州国では士官に相当する軍艦の階級を、小、高、上に分け、さらにそれぞれを三等に分けて三等級級に分けた。満州国軍では、軍艦学校、 日本の士官学校に相当を卒業後、まず小位に任官する。小位を満二年で中尉中尉を満二年で上場、上場を満三年で小校、小校を満三年で中校、中校を満三年で上校、上校を4年で少将少将を3年で中上、中上を4年で上将へとそれぞれ昇進していく。上将は、 軍の最高位であり、終身職でもある。上昇の上には、日本の原水府に相当する将軍府が設置されており、これは名誉称号である。1934年、安森元年の将軍設置令、安森元年11月15日直令第159号、第1条、陸海軍上昇に、指定歴館年訓石拓町なるはにハ特に将軍の将号を、 直日により、長経経、長海砲、宇三、吉京の四人に将軍の称号が与えられている。1932年、大同元年4月15日交付の陸海軍条例、大同元年4月15日軍令第一号により、満州国の国軍が創設された。当初は、当時の軍閥の軍に、日本軍から派遣された満州国軍軍事顧問を、 末竹の構成であり、その主要任務は、国内の治安並みに返挙及び、航海の警備、陸海軍条例第1条であった。また、同年9月15日締結の日満議定書には、満州国の国防を満州と日本の共同で、担うべく、日本軍、ここでは、関東軍の中東を公式に認めている。これによって、 関東軍と関東軍の支援軍としての満州国軍が公式に成立したことになる。このように満州国はその防衛のほとんどを日本軍が担っていた。各警備司令担任区域を規定する件大同元年4月15日軍令第2号により、両警備司令官及び各省警備司令官の担任区域とその指揮に属する軍隊が規定された。 部隊構成は、下記の通り、量刑美司令官担任区域を除き、それまでの軍抜の配置をそのまま踏襲している部分も、ある。なお、上記部隊の要因数は1932年、大同元年9月時点のものであり、満州国軍西部最高顧問のただ少将が、陸軍省に当てた、報告書、国立公文書館アジア歴史資料センターの、に従った。 満州国軍には創設当初から日本人が顧問、教官として所属していた。軍事顧問以外の部隊長等にも日本軍から転籍してきた日系軍官が配されることがあった。顧問の中に1928年、昭和3年、民国17年の超作林爆殺事件の首謀者である東宮鉄夫大尉、当時の名が見られる。 期限は1932年、民国21年2月に発足した工房艦隊。陸軍として編成された軍バズが所有していた5隻の軍艦、小型の砲艦、警備艇を編成したものだった。当初は満州駐在の日本海軍が支援していたが、その後、日本海軍は工房艦隊から手を引き、海辺警察隊の支援に回ったため、工場軍となお、 改めて陸軍の一部隊となった。当初は主に河川部の国境警備を担当していたため、河川が凍結する陶器には海軍兵も上陸して陸戦隊として勤務していた。このため実質的な海上兵力は海辺警察隊が担っており、独自の航空隊も存在した。主力艦船は海域で日本海軍の駆逐艦、菓子が引き渡されたものである。 この海辺警察隊は、領海警備、密輸取締りなど、沿岸警備隊的な組織であるが、終始、日本海軍が支援しており、士官、技術者、航空隊パイロットは、海軍出身の日本人が多かった。このように、海辺警察隊は、沿岸警備隊というよりは、海軍としての性格が強かった。こうした状況の原因は、後悔以上に、 国流港等のソ連方面の河川が生命線と考えられていたこと、指導、支援の立場にあった関東軍と日本海軍の利害関係の対立があったこと等と言われる。満州国は、その最初の5年間、日中戦争開始までは国家としての体制づくりの時期であり、満州国軍についても随時増強が進められていた。当初の軍編成が、 それまでの軍閥のテリトリーそのままであったこともあり、1935年、安典2年4月に満州国の行政区画に沿って陸軍の再編成を実施した。1937年、安典4年に飛行隊を創設。日中戦争が全面戦争になった後、日本陸軍は関東軍将兵を続々とシナ派遣軍へ移動させ、中国の戦場。 この場合は、山海艦以南の戦場に投入した。このため、従来のように、関東軍を主軸とした国防構想から、満州国軍は、自力での国防に方針を転換していった。一般的に言う、徴兵制の思考である。国内の20歳から23歳の男子を3年間軍務に就かせて、軍事訓練を施し、補充公平、捕類の構築、 あるいは、地方警察の補助等を行わせた。毎年春に二十万人を招集し、軍務不適用とみなされた者は、土木工事等三年間の勤労奉仕をさせた。1939年、安森六年には、新京特別市に、陸軍軍官学校が設立され、商工要請を担った。万系生徒のほか、日系生徒ここでは、内知人のほかに、 朝鮮人、台湾人も含まれるも入学した。第1期入学生途中で、日系生徒は172名にも上る。朝鮮人の受験生に対しても優遇措置が取られていた。後に、韓国大統領になった、牧世紀は、国民学校訓動であった23歳当時に、資格年齢が16歳、以上19歳以下である、満州国軍艦学校の願書を提出し、 二度資格不足で受験できなかったが、三度目には、志願書と共に、日本人として恥ざるだけの精神と、気迫とをもって一死後方向の固い決心でございます。などと記した決書を提出したため、特別に日経枠の採用試験の受験が許可され、合格、認可している。地理的な、近さから、軍艦学校生徒には、朝鮮人が少なくなかった。彼らの多くは、 第二次世界大戦後に創設された韓国軍に入隊し、日本陸軍出身者と共に韓国軍の機関となる。また大統領となった、朴正紀や国会議長、国務総理などを歴任した、丁一権など政治家として活躍した人物もいる。軍艦学校出身者の中には、すでに中国共産党の情報員である旅伝のを、中心に、 満州からの日本の勢力の排除と主権回復を目指す秘密結社、東三省主権領土回復会を結成する者もいた。結社に参加した卒業生は全員前線ではなく江上軍に配属されたが、彼らは工場軍の将兵を管轄したため、工場軍は終戦直前に日本人将校を殺害して解散した。また、当時の満州では、 医師の養成機関が満州医科大学のみで、軍医の不足が著しかったため、満州国軍医学校も設立されている。これは、日本の陸軍軍医学校とは違い、中東教育修了者を入学させて、医学教育を施し、4年後に軍医省医に任官させるものであり、内地における医学専門学校に禁止するものであった。この見学思想は、 第二次世界大戦後の防衛医科大学校にも引き継がれている。1941年、安典8年12月の太平洋戦争、大東亜戦争を勃発後、関東軍は続々と南方に引き抜かれ、弱体化していった。それに、反比例して、満州国軍の規模は拡大していった。1944年、安則11年には、鉄道警護隊が編入されて、 鉄道稽古軍に解消された。1945年、安典12年4月には、軍事部顧問による、蒙古軍以外の機兵隊を不評に改め、31個の工兵隊と17個の自動車隊を新設する、機関銃、大砲などの重火器を関東軍に引き渡す、通信権を剥奪するといった改革案が提出されたが、満州軍を本格的に、 関東軍の補助戦力に位置づけるものだった。6月には軍事部大臣警視角から各軍管区を関東軍の各方面軍の指揮下におく礼が出された。解散直前の段階で満州国軍の総兵力は満州国陸軍指導要項の6万人を2倍以上超える15万人にまで膨れ上がっていた。ソ連が対日参戦すると満州国軍も関東軍と共に 満州国の防衛に従事することになったが、満州国軍の指揮は低く、脱走や反乱が相次いだ。工場軍は、工場軍の司令部が緊急会議を行っている間に武装放起を起こし、日本人将兵を殺害、8月16日に東北国民第一軍に解消して解散した。新日的と見られていた公安、軍艦学校生徒隊も、 日系軍艦を殺害して逃亡した。ソ連対日産戦の時点で満州国軍は事実上解体状態に陥っていった。8月11日に満州国政府が新疆から通過に移動したため軍事部次長の里井鶴吉中将を総指揮官とした前線指揮所が残存部隊を降りつて機密文書の焼却と新疆東南部の防衛を行った。14日の夜に 前線指揮所も通過に移動する予定だったが、翌15日正午に重大放送があるので、待機するよう命令があった心境に止まった。その日の夜、この衛兵である近衛隊のうち、木こり名園が率いる部隊が、日本人将校を射殺するという事件が起きた。木こり名園が率いる部隊は心境を脱出した後、16日に心境に戻って、長春警備司令部を名乗り、無断で布告を出して、 治安維持を行った。8月15日の玉音放送以降は、新疆市内で抵抗を続ける、日本軍と満州国軍の間で銃撃戦が勃発し、兵士の中には気象を外したり軍服を脱ぎ捨てる者もいた。1945年、安森12年8月18日、日本の降伏の3日後に皇帝不義が退位を宣言し、満州国が消滅したことで、 満州国軍も同月20日に正式に解散された。満州国軍の要人の多くは19日に新境に到着したソ連軍空挺部隊の捕虜となった後、中華人民共和国に引き渡され、武順先般管理所に収監された。構成員はソ連撤退後に国境内戦が発生した際に多くが人民解放軍に編入され、一部は 国民党軍にも編入された。多くの民族で構成され、拡充が進められた満州国軍であったが、事実上の赤党軍の支配下にあった軍隊であった。ため、不満を持つ軍人も多く離反者は後を絶たなかった。1936年、安典3年に1月の金正港事件や、野門藩事件での石蘭死体不評第14弾、第 1A による反乱事件が起こっている。 第二次世界大戦末期にソ連軍が侵攻してくるとソ連軍に離反するものが相次いだ。一方で朝鮮を統治した日本の影響下にあり、大日本帝国と不可分的関係を有する独立国家だった満州国軍出身者が韓国軍の機関を構成し、政治的にも影響力を行使したことを問題視する声ももより存在している。 2005年8月29日、反民族特別法によって、民族問題研究所と新日人名、辞典編纂委員会が発表した、新日人名辞典名簿3090人の中に、満州国軍将校の勤務歴のある、朝鮮人が新日派とて、リストアップされた。満州国軍が参戦した戦役、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。